それでは新型コロナウイルス感染症の発生につきまして報告をさせていただきます。昨日4月の24日県内におきまして44名の新型コロナウイルス感染者の発生が確認をされました。公衆衛生上の観点から感染をされた方のお住まい市町村名の内訳を公表させていただきます。まず徳島市が17名、鳴門市が3名、小松島市2名、阿南市が12名、吉野川市が1名、石井町が2名、南町が1名、松重町が1名、北島町が1名、藍住町が4名となります。また主な感染経路についてでありますが、濃厚接触者または接触者が14名、クラスター関連が22名、最軽となりますが飲食店関連は5名、そして小学生、中学生、高校生の感染者についてでありますが、まず小学生が1名、中学生が1名、高校生が17名、合わせて19名となります。その他感染者の年代、主な行動歴、症状の度合いなどについての詳細につきましては、記者の皆様方のお手元に配布をさせていただいている資料をご参照願えればと思います。それではここで徳島アラート5指標7項目お話を申し上げていきます。まず直近1週間、これは4月の18日から4月の24日新規感染者数については256名、この数字は4月の6日から20日連続での最高値更新となります。次に感染経路不明割合、256分の41、 16.0%、 昨日よりは落ちる形となっております。それから病床の確保使用率については 259分の164、 63.3%、 昨日よりも落ちております。次に入院率は378分の164、 43.4% となっております。うち重症者用比率は25分の11、 44.0%、 これは過去最高となります。次に療養者数については、入院と合わせ378名ということで、4月の12日から14日連続での最高値更新。次に PCR の陽性率は2976分の256、 8.6%、 昨日よりは上がっております。以上5指標7項目についてであります。それでは続きましてクラスターの関係について以下申し上げていきます。過去に発生をしたクラスター感染者に動きがありましたのでご説明を申し上げます。まず富岡東中学校高等学校関連クラスターについてでありますが、新たに生徒が15名、教職員などが5名、合わせて20名の陽性が確認をされましたので、これをクラスターに加えることで全体で33名のクラスターとなりましたということで、こちらとなります。富岡東中学校の部分については、これまで生徒が3名、これに教職員などが1名加わりました。また富岡東高等学校、こちらについては新たにこのように生徒、さらには教職員、教職員はまるまるこれ4名ですね、加わる形となりました。次に医療法人 KI 会南海病院の関連クラスターについてであります。南海病院の入院患者さん2名、1148、1149例目の方陽性が確認をされましたので、このお二人を加えることで87名、
4月の12日から引き続き過去最多更新ということになります。こちらですね。ということで87名という形となりました。本日の新規感染者数のこの44名という数字でありますが、1日に確認をされた数としては4月の16日以来2番目に多い数字、つまり2位タイということになります。また4月に入ってからの感染者数は613名となりまして、ついに600の大台を超えることとなりました。このように今まさに変異株、その猛威、脅威に直面をしていることから、本県の新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催をさせていただきまして、本県の感染拡大抑止緊急対策といたしまして、県外からの帰省者に対する事前 PCR 検査、その受検支援、また公共交通機関を利用いたしました危険来県者への注意喚起を行い、本県へのウイルス、その持ち込みの抑止、阻止を図りますとともに、学校でのクラスター発生が続いているところでありまして、早急な封じ込めのため、範囲を広げて徹底的に検査を実施、具体的には積極的疫学調査の検査対象外、つまり濃厚接触者とか接触者以外ということですね、児童、生徒、また教職員に対するモニタリング検査を実施をいたします。さらには、まん延防止等重点措置、本県の適用の検討も含めまして、引き続き県内での感染拡大抑止に全力を挙げてまいります。県民の皆様方におかれましては、現在、国の基準で言えば、ステージ3となる徳島アラート、感染拡大注意、急増が発動中となっております。ということで、こちらということですね。急増ということで、飲食店につきましても4月の16日から5月の5日まで時短の要請、お酒の提供は8時まで、そして全体では9時までと、そして都道府県をまたぐ移動、慎重にご判断をいただくとともに、お越しをいただく皆さん方にももう一度そのあたり慎重を期すようにお伝えをいただきたい。またゴールデンウィーク期間中は出勤が減るのが一般でありますので、ぜひこの機会にテレワークを定着できるようにぜひしていただきたいと思います。また今日から緊急事態宣言が三度東京都、京都府、大阪府、兵庫県発動となったところでありまして、これらとは往来については本当に慎重にしていただく。またまん延防止等重点措置区域、愛媛県が加わってまいりました。さらにはより一層の感染防止対策の徹底、特にこれまでも基本的な感染防止対策を申し上げてきたところではありますが、今回のこの変異株、毎度申し上げていますが、猛烈な感染力がある。従来でしたら、例えばお店やなんかでパーテーションがあってマスクをきっちりしていればまずうつることはなかった。しかし今は少しでも気を抜いてマスクを外す、こうした場合、隣のテーブルのところに感染をしている人がいた場合には、その同じ空間を共有した人たちが全て感染をする、そしてクラスターになる、すでにお店のクラスター、お話を申し上げたところでもあります。また特色として若い皆さん方、特に子どもさんたちにもどんどん移ってくる。鴨島第一中学校関連クラスター、そして富岡東中学校高等学校関連クラスター、立て続いて起きる。しかもそれが大規模化になってくる。まさに大阪が経験を、兵庫県が体験をした。これらが今徳島に遅れて入ってきている。つまりあの大阪が体験、兵庫が経験をしたこれらのものは、やはり我々徳島としては自分ごと我が物としてしっかりと対応を考えなければならないということで、
はぜひ人と人との接触、ここを注意をしていただく。例えば家庭内感染が今全国で止まらないんですね。普通は家の中でマスクをして話をする、あまり考えられないことなんですが、今では家の中にいたとしてもいつ何時どなたがかかっているかがわからないということですので、家庭にも持ち込みうると、これを前提として、例えばただいまと帰ってきた場合にすぐさままずは手洗い、うがい、そうしたものから入ってくる。あるいはマスクを取るときにも表と裏間違えないように、よく間違っちゃったなんていうことをね、私も間違えそうなんていうことあるんで、誰でも起こることではありますが、こうした点にも細心の注意、そしてまずは自分を守る、そしてご家族を、ご友人を守るんだと、まあ、こうした形でぜひ臨んでいただきたい。そうでなければこれを止めることは難しい。今もう全国で本当に急拡大、徳島の状況もこうしたものが全国で今起こっている、起ころうとしているということですので、ぜひこの点についてはご注意をいただきたい。それから何度も申し上げているように、大阪の事例、50代以下の皆さん方が直ちに重篤化をして亡くなっていく。従来株、大阪の抽出の検査では重篤化をした50代以下の皆さん方 17.5%、 それがこの変異株 35.6%、 つまり倍以上ということなんですね。そしてその結果死に至る。徳島でも昨日50代の方の死亡初めて申し上げました。そしてこれからまた大変悲しいお話を申し上げなければなりません。昨日4月の24日新型コロナウイルス感染症で県内の医療機関入院をされていた80代以上の方が2名、そして初めてとなりますが60代の方が1名、合わせて3名の方が亡くなりになりました。謹んで哀悼の意を表したいと思います。なお性別、死因など詳細につきましてはご遺族に配慮をさせていただきまして公表を差し控えさせていただきます。また報道に際しましてはお亡くなりになられた方およびご遺族のプライバシーの保護に十分ご配慮をいただくようによろしくお願いを申し上げます。私の方からは以上です。どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございます。時事通信です。3点ほどお伺いします。はい、まず新岡東中学高等学校のクラスターについてなんですが、はい、休校の延長をするかどうか、はい、今後このクラスターの規模を拡大するかどうかの見通しを教えてください。はい、それでよろしいですね。あともう1点、まん延防止等、はい、じゃあまず、はい、じゃあそちらから。それでは今回の富岡東中学校高等学校の関連クラスター、こちらについての点について以下申し上げていきたいと思います。まずこちらについての対応ということでありますが、こちらについては今休校中であるわけでありまして、やはりもっとこの数全体の検査調査、これを行っていく必要がありますので、引き続き休校、それを続けていこうということになります。次でどうぞ。はい、そこで今検査の状況を少し申し上げたいと思います。今回検査の対象者については生徒さんが234名、そして教職員が52名、昨日の発表よりも増える形となりました。合わせて286名、これらについては濃厚接触者、また接触者、こうした皆さん方となります。そしてすでに検査を終え、陽性者が出た、この中で残りがあと生徒44名。つまりそれ以外については終了しているところでありますので、この生徒44名の結果次第によっては当然クラスターが増えてくると。ただ昨日の確率、これからいきますと、昨日は生徒さん
123名検査を行って15名が陽性になっているんですね。また教職員には45名検査を受けて5名、つまり9人に1人陽性ということになっておりますので、まあ、こうした確率、まあ、教職員はもういないわけでありますが、生徒44名、まあ、単純にかけてくると複数名は当然に出てくるんではないか、まあ、こうしたことがやはり想定をされうると、つまりクラスターは拡大をする可能性があるということになります。静岡県はまん延防止等重点措置の検討も考えられているということですが、はい、もし決まってたらいいんですが、例えば期間とか対象地域について教えていただけますか。はい、この点については昨日もご回答申し上げているように、やはりこれまでの特に4月ですね、4月の累積の患者数、ここが飛び抜けて多いところ、ここにまずかけてくると。ただし例外として、例えば大きなクラスターの契約会、南海病院関連クラスターありましたね、まあ、ああしたものがある場合にはこれは特異事例ということで、しかも封じ込めができている前提のもとで、その場合は省いていく、まあ、こうしたことの中で、じゃあどのくらいあと残りがあるかというところで、どの市町村にかけるかを決めるということになります。期間については例えばゴールデンウィークすべて含むとか、で最終的にこの期間は国が定めてくることになりますので、我々としては当然ある一定の期間、ゴールデンウィークはもう当然のことながらというのは、今想定をされることを考えると、今回愛媛県が加わったんですね、今日からで5月の11日までとなっているんですね。で実は緊急事態宣言がやはり今日から5月の11日までということで、これに合わせる形で宮城県、それから沖縄県が5月の5日までだったんですが、これが合わせて11日まで延ばされるということになりますから、まあ、もしもの話ですけどね、仮定の話ですが、まあ、こちら側から要請をお願いをして、それで決まってくるとなると、一つの選択肢としては、まあ、いつスタートするかっていうのもよるんでしょうけど、5月の11日っていうのはあるかと思いますね。ただ一定の期間ということで、大体最低でも2週間この様子を見ないとということを考えると、まあ、2週間あるいは3週間、こうしたものも一つの幅だから、いつスタートを切るかで、まあ、11時仮に尻だとすれば、その前ね、計算していただくと14日取れるんであれば、まあ、11が尻になるだろうし、なかなか取れないということになった場合はもう少しはみ出ると。ただ形としてはあまり良くない、やはり全国一斉にこういった形で急増しているところを封じ込めると、まあ、ちょっと緊急事態宣言とまん延防止等重点措置区域っていうのは違うわけなんですけどね、つまり全都道府県をかけるわけではなくて、ある一定の市区町村をかけるということになりますから、まあ、しかし大体そうしたことは頭の体操として考えれるなということになります。で最終的決定権は国にあると、これだけ、はい、知っておいてください。では各社さんお願いします。どうぞ。マンゴーに多分関係ですね。国際の国であと最大級の感染者が出ている状況で、最速で明日にもこう陽性にかけられるというのをおっしゃっていただいてたんですが、状況としては昨日との変わりがなく、今日と明日の感染者の状況を見ながら、陽性時期に関しては検討しているという状況でしょうか。まあ、昨日その大体考え方申し上げた通りで、つまり昨日発表の数値っていうのは一昨日の数値で、今日発表しているのは昨日の数値ということですから、やはり2日ぐらいはトレンドを見なければならないということですから、明日発表の数値、これをまずしっかりと見るとなると、過去最高を記録した47、今日が過去2番の44、まあまあ見ようによっては3名は落ちたということになるんですけどね、
そして明日発表する数値がさあどうなるのか、それともう一つはその中身ですね。確かに16日の日に時短をかけて人流が3割以上減っているということから、確かに飲食の関係、毎回発表させていただきますが、2桁から1桁前半に今落ちている、つまりこれが確かに効いてきている、まあ、その証拠に人流があれだけ落ちると。ただ学校とか違う場で今起きているんですね。でこれも大阪あるいは兵庫からも報告があるように、とにかく子どもさんたちのところでボンボンクラスターが出ると、それと同じような状況になっている、まあ、こうした点を考えていくと、どこにどう起こるかわからない、まあ、原因は家庭内感染とこのように言われているんですが、まあ、そうしたことを考えると、さあどういうふうにこの事態を考えていくのか、ここがやはり一つ重要になってくるかなと。つまり、もっともっと今以上に単なる夜の街だとか飲食の場だとかということではなく、じゃあ学校でどんな活動をしているからこういう形になったのか、そしてそれに対してどんな要請を、今例えばクラブ活動だったら効率よくだいたい1時間とか2時間やってくださいとか、あるいは対外の練習試合はこれは控えていただきたいとか、遠征も控えてもらいたいと、まあ、こうしたことは言っているんですけどね。果たしてそうしたものをもうすでに言っていて、それがうまくいかないということであれば、より強い措置を出さなきゃいけないし、またそうしたもののためにまん延防止等重点措置っていうのはさあ効くのか効かないのか、こうした点も考えなきゃならないということがありますので、まずはしっかりと原因分析、まあ、積極的疫学調査ですね、これを図っていって、じゃあ今行っている対策がこれに有効なのか、あるいは一段踏み込むのか、いやまん延防止等重点措置という次元を一つ超えて対応するのか、こうしたものを打ち出していく、そして最終判断をすると、こういった形になるかと思います。どうぞ。県の集計も同じ数字だと思うんですけど、10歳未満から20代、これが、今日発表時点で 31.5% 合計で。それは10代未満と10代10代と20代、20代まで合わせて、はい、でもいわゆる若年層と呼ばれる方の数字が、まあ、すごく上がってきている。 31.5 だよね。40代の含めると 53%、過半数になってくるんですね。で、まず、数はちょっと難しいかもしれないんですけど、まずこの 31.5% とか40代の 53% って数字が歴代最高かどうかっていうのを調べてみます。それは調べるまでもなく歴代最高ですね。最高です、ええ、要数字とも、そのこのグループで取った場合ですね。だから我々として、まあ、10歳未満は少し入れてなかったんですが、10代20代30代この3つを合わせると 40.5% なんです。つまり今まではどちらかというと50代60代70代80代こちらに重心があった、それが今言うようにこの10代20代30代に重心が移るというのはこれまでになかったことなんですね。そして現に今各年代別でいくと1位が20代、ここが 18%、 そして2位が60代で 12.9% で、3位が80代以上で 12.0%、 こうはなるんですが、今おっしゃるように若い人、つまり40歳まで未満というね、10代20代30代だけでなんと 40.5% ですから、40歳未満だと 53%。 そうですね、50歳未満っていうことになるとこれに、40歳だから40代まででしょ、 51.6に 1.6、 53.2 やね。はい。で、それについて
ご見解をお伺いしたんですけど、ジャコブ君の役割、この、成功とかは、県としてはどういうふうに分析されているんですか。例えば、家庭内感染がすごい広がっているとか、あとその学校で、今回もクラスター検証出てますけど、その、これまでは従来型だと、若い方ってなかなかかかりにくかったのが、すごくかかりやすくなってて、若い世代にどんどん広がったりとか、そういうこう、どういうふうに分析をしているのか、それだけ、でそれは2つで申し上げたいと思います。つまり先ほども申し上げたように、これは先発事例があるということなんですね。つまり先発事例は何かというと、大阪であり兵庫県、ここが変異株がもともとの震源地といって過言でない。何といったって大阪府緊急事態宣言2度目最終日が2月の28日これをもって解除になるわけですから、54名だったんですね。それで3月の21日、ここで日本全体の緊急事態宣言が解除になって、3月22日からはやれやれ、ところが向こうは時短がかかっている。そこでその周辺へ多くの皆さん方が出歩くということで、ちょうどその2週間後、4月の5日、そして6日の日に過去最高、1週間あたり、そしてそれから20日連続で過去最高を記録していると。つまり完全に大阪、兵庫のトレンドが徳島に2週間後に移ってきていると。つまりそれはどういうことかというと、大阪、兵庫と同じことが起こると、これから、起こっていると。そこで大阪府のエビデンス、先ほど申し上げた通り、50歳代以下で重篤化がこれまでの通常株の倍以上と、そして学校で子どもさんたちがどんどん感染する。そしてそのクラスターが多く出ると。これが大阪府からのエビデンス。で、これをぜひ分科会で知事会長から報告してもらいたいと。それともう一つはそれを裏付ける。じゃあなんで変異株がそんなになるのか。これが鳥取の分析調査。つまり CT 値ですね。どのくらい感染力があるかと。従来株が25から30。CT 値10違うと、移るのが1000倍違うと。言われるのが今回なんと11で、この11っていうと感覚的にわからないで、どんなものかというと、パーテーションをやって防御している、マスクをつけている、しかし移る、接触をしたら、こういう数値と言われているんですね。ということで、これらの大阪の状況というのも十分に裏付けがされている。ただこれは関西広域連合内の話だから、これをもっともっと東京に出していくべきだと両知事からも言われ、そして金曜日の分科会で私の方から申し上げたと。それで、あくまでも感染研はじめ、国立感染研はじめね、もっともっとこのエビデンスをしっかり出してほしいと。そして国から強力にメッセージを出すと。そうしなければ止めれないですよと。で、大阪の数値も申し上げた。2月の28日54で、4月の21日に1242、未だかってこんなことはなかった。そしてこれがそう遠くなく東京で起こるというのが恐ろしいところ。今東京もいよいよもう900近くになってきている。そしてまだ変異株が3から4、4割と。それがもうそう遠くなく9割変わるとなると、大阪の状況が東京で起こると最低でも2000、下手をすると3000、4000に増えると。そうなると千葉、神奈川、埼玉に浸潤をして、もう止められない。これが今の日本の状況と。だから何としても今回の緊急事態宣言、これまでよりも強い、ちょっとひどいじゃないか、こうした話も言われてるけど、やはり今回で止めなかったらもう持たない。というのは、大阪、兵庫の浸潤が京都に行き、京都も緊急事態宣言、そして奈良、和歌山、徳島、愛媛、そして香川に岡山、大変な状況になってきているわけですよね。だからもうこれが完全にもう明らか。そして今愛知がまん延防止等重点措置が発動になり、昨日の全国知事会でも三重の鈴木知事がもう国との協議を始めたという、岐阜の古田知事も東海3県で行くというと、もう立て続けということになる。ただまん延防止等重点措置は国に頼るというのではなく、我々全国知事会が言ってこの制度を作り、
緊急事態宣言には絶対行かないんだ、行かせないんだと。そのために強い権限を振るうわけですから、まあ、我々としてはさまざまな努力はしなきゃいけないんだけど、それで止められない場合にはさらに県民の皆さん方にお願いをする形でのこのまん延防止等重点措置、これを打っていってなんとか緊急事態宣言にならないように頑張ると、まあ、こうした流れではないかとこう思っています。全国の事例はですね、よく今まで分かったんですけど、果たしてこの、10代20代の方がすごい増えてる、この徳島で何が起こってるのかというのを教えていただきます。いや、だから同じことだということです。例えば家庭内感染、間違いなくですから、これまでの傾向からいくと家庭内感染が主流になってきていると。そしてそれが学校に持ち込まれ学校で広がると。そこでその注意喚起をさせていただいているということなんですね。そうです。多かった。でも今はもう完全に、トレンドが30代だとか40代とか、そうですね、そちらに移ってきていると。背景は当然ですけど変異株だと思うんですが、数字があれば、もしあればで構わないんですけど、例えばスクリーニングとかゲノム検査をこれまでされたので、例えばはっきりと数字に若年層の割合がすごい高まっている。あの場合はスクリーニングの目的っていうか検体の数が24とか、この間が25で一番多いんですけどね。だからどのくらい変異株が入ってきてるかということを調べることなんですね。つまり変異株でもって全国的にそうなんですけど、個人の特定をしようということではない。ただあれで先般一番飛近のもの25分の25疑い事例、つまり 100% で、それまでの3週間で 90% 超えたということですから、でそれまでの3月22日は24検体で3検体しか疑い事例がないと。完全にあそこでビタッと分かれているということですね。だから当然もう別にどの人がではなく、ほとんどがもう変異株だと思って、そして変異株があるとこういうことが起こると。そしてこれは大阪が抽出で行った、もうすでに調査があるわけで、まあ、それと類似、まあ、ほとんど一緒ということなんですね。だからもう一つ言っておくと、今日なぜこの富岡東中学校高等学校のクラスターここまで大きくなるのかと。で実はこれクラブ活動なんです。で生徒さんが、しかも一つのクラブ活動ではなくて複数のクラブ活動それぞれと。でそこを教えた教員、あるいは外部から来ていただいた指導者、こうした人たちも例外なく感染してしまっているということなんですね。だから最初はホームルームというか、そのクラス単位なのかなということもあったんですが、完全にこれはクラブ活動なんです。スポーツ文化両方あるんですけどね。まあそういったことから見て、やはり今例えば1時間とか2時間効率よくやってくださいとこのようにこう言っているわけなんですが、さあそうしていていただけたのか、あるいはそれだけでは足りないのか、今その瀬戸際に来ている。つまりこれだけ広がってまだ残っている44名、さあ一体何名このうち陽性者が出るのか。そうなって考えていくと、今回のものが特異な事例ではなくて、どこでもクラブ活動やってますからね。全県下でこれがあちらこちらに起こってしまったら、もう病床の逼迫なんてことは言ってらんないわけで、しかもこうしたところから不幸にして亡くなる人が出る。つまりずっとこれまで徳島の事例というのは70代以上の人しか亡くなっていなかったんですよね。それが昨日報告発表で初めて50代の人が、そして今日報告でお一人は
60代の人ですよね、まあ、こうした形で今50代以上で亡くなる方が出るということになったわけなんですね。これがさらに40代30代どんどん降りてくる落ちてくる、そうしたことも想像に難くないわけですので、何としても今の段階で止めていかないことにはこれは大変なことになると。夜の街をご協力もいただいて飲食の場は確かに抑えられてきている。しかしそれ以外の家庭内感染が一つの要因であろうと、そしてそれを学校の場で、ただ今までは屋外で何かスポーツ活動すると映らなかったですね、屋外スポーツなんかではあんまり。ところが今回はもう例外なく複数のでスポーツであろうとなかろうと、それがみんな移って、しかも指導をしている方にも移ってしまう、まあ、こうしたことになってくるとね、やはりもっともっと対策を強化していかないとこれは持たないと。でおそらく保護者の皆さん方も学校が危ないなんていうことになってしまうと、これなぜ休業しないんだと、休校しないんだと、こんな話になってくる。でしかもこれが今全国で起こってる、まあ、確かにタブレット型端末もかなり行き届いてきた、まだ全部行ってるわけじゃないんですけどね、昨日もご質問いただきましたが、やはり今とにかく対策の私塾、いろんなところで起こることを一つ一つというか、もう一斉に叩いていかないことにはこれはなかなか厳しいなというのが実感ですね。事前予防策としてですね、例えば先ほどのモニタリング、あ、そうです、それを具体的に教えていただきたいのと、それで、まあ、今に時代のご検討されているものがあればはい、例えばそのモニタリングということで類似事例でもうすでに皆さん方にはご報告しているんですが、例えば高齢者施設、特に入所者中心のところ起こった場合に、まず全数調査、これをやると、つまり濃厚接触者、接触者関わらず全員やると、職員と入所者をと、あるいは病院も同じことやってますね。こうしたものをじゃあ今回の中学校でまずやろうと、これがそこに対しての一斉のいわゆる疾患調査ですよね、児童と教職員、あ、まあ、生徒っていうかな。それともう一つは、これも高齢者施設あるいは病院の事例なんですが、例えば徳島市内の上八幡地区であっただったらその部分をやる、あるいは鳴門市で起こった、じゃあ鳴門市の同じ体系のものを全部やる、つまり面的なモニタリング調査、これを今回学校でやろうと。例えば鴨島第一中学校、ここで起こったということであれば、だいたい今小学校区中学校区というのは2つの小学校区で1つの中学校区を形成するといって、その小学校と中学校はさまざまな形で連携してるんですね、交流がある。だったらそれらの小学校に対してもモニタリングを広げる。例えば今回富岡東中学校、ここは確かに全県一区の中学校ではあるんですが、じゃあ地元と関係ないんかというとそうでもないであろうと。ということであれば、同じその小学校の中で、まあ、中学校別途一律がありますから、そうしたところのエリアを考えるかと、やはりそれらの小学校にもモニタリングを広げていくと、まあ、こうしたことが先発の高齢者施設あるいは病院、まあ、入院を施設のあるところですけどね、これに類似した事例として今後やっていこうと、まあ、まずはこの学校に対して、そしてそれを構成する小学校に対して、クラスター発生、あ、もちろんです、そうでないところで一気にやるっていうね、あれではないんで。昨日もすみません、ちょっとお伺いをしたんですが、これ時期としては近くというまずそれぞれの中学校あるいは高等学校については全校をやっていくと、これは当然ですね。まずそこをやってしっかりと結果を出すと、でその次に今度は面的なモニタリングをやる。
この手順で高齢者施設あるいは病院も同様のことだから、少しモニタリングを広げる面的にモニタリングをやるっていう分については少し当然のことながら時期が先に行くと。しかしそういったことをまずやってみようと。あと富岡東でもかなりの数の感染者が今回出ていますが、一つ気になっているのがですね、例えば感染した生徒さん、あと濃厚接触者とされた生徒さん、この方々って、新学期も始まっているので、学習自体がですね、できない。高校に限らず小学生、中学生なんかもちょっと最近出てますけど、そういった方々がどんなふうにして学習をしているのか、はい、実態を教えていただきたいので、はい、そういった方々への学習保障策みたいなのがもしあれば教えてください。はい、で当然濃厚接触者になったら2週間の健康観察、たとえ陰性であっても行うということで、当然登校できないということになりますので、日々教師の方々が連絡を取ると。そしてさまざまな、例えばプリント学習をするのか、あるいは今後はオンライン、こうしたものもできると。タブレット型端末ですよね。あるいはまだ配備が十分になってなければ、Zoom ということもあり得ると。こうした形で学びの保障をしていくと。そして、連絡は毎日取るということがこれまでも、これ別にクラスターになってなくても、その生徒さんたちみんな、自宅待機になりますからね。これまでもそうした形で教育委員会としてはやっています。